ハーリングフリート水門ハーリングフリート川、または、ハーリングフリート入りへは、オランダを流れる川で、ライン川とマース川が、ラインマースヘルで三角州に流れ込んで分岐した、川の川口部の一つである。ムールダイクでホランスディープ川がハーリングフリート川と、フォルケラク川に分岐した地点により、北海に流入する地点に設けられた、ハーリングフリート水門までの約二十八キロメートルが、 ハーリングフリート側である。川口部に設けられたハーリングフリート水門は、デルタ計画によって構築された、治水施設の一部であり1970年に完成した。完成後は、河川水を排水する目的でのみ水門が開かれ、海水がハーリングフリート側へ流入することがなくなり、それまで寄水域であった水域が淡水化された。この水域が淡水化されたことにより、 農業用水や飲料水として利用できるようになった反面、ライン側上流からの重金属等の汚染物質を含む土砂が堆積するとともに、航路確保のため定期的な浚渫が必要となった。またそれまで、干満の差が1.8メートル近くあったものが0.3メートル程度に小さくなったことにより、同じ海抜の土地が常に波に現れて侵食される、問題も出てきた。 これらのことより、ハーリングフリート水門を再び開放して、水域を規水化することが1990年頃より検討されてきた。政府は2000年6月に水門を部分的に開放し、水域の自然を回復する方針を議決した。当初2005年1月より実施される予定であったのだが、2008年1月に延期され、さらに2010年12月に再延期されている。 ハーリングフリート川周辺図、ありがとうございます。